はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、明日ですね、いよいよセレクトボックスが開催されるということで、目玉詰めがですね、ホンドキングジャックジャッククルーズラミレスとなっております。こちらをね、引くべきなのかというところをね、教えてか考察していきたいなと思っております。はい、まあこちらね、今回テーマは特になくて、ホンドキングジャックジャックがセレクトボックスに登場というところで、まあラインナップ数がね、準優2種類ですね。で、積むリストを見ていくとですね、ホンドキングジャックジャッククルーズラミレス、ビッグバッドウルフ、MU マイク、オール、カール G さん、ブルーフェアリー、ラフィッキー、ブー、ハデス、ゴーテルとなっております。で、まあ、オールに関してはね、先月のセレボにも来てたんですけれども、で、ホンドキングも、わりかしね、最近復活してることが多くて、去年の10月、三が日セレボ、で、今回ということで、半年以内に3回、まあ、復活しているということで、まあ、皆さん結構弾いてると思うんですよ。なので、結構スキルレベル上がっている方が多いと思うので、まあ、その辺においてもですね、弾く価値はかなりあるんじゃないかなと思います。スキルマックスだとね、かなり、コイン稼ぎができます。7000枚ぐらい出るかな、平均で。うん。ライブで自分6000枚ちょいとかなんですけど、いつも。音ありで喋らないであればね、だいたい7000枚以上は出ます。はい、それぐらいの強さを持っていて、かつ、まあ、高得点積みに変化してくれるので、そう。まあ、序盤でも使えるし、後半でも結構使えるというところですね。まあ、ただね、コイン稼ぎにおいてはやっぱり、ユキエル、とか、ジェダイとか、ガストンとかには全然及ばないんですけれども、かなり、でも強い部類になっております。はい。で、まあ、見た目のツムもね、かっこいいですし、スキル演出もなかなかいいので、ぜひともね、皆さん、スキルレベルを上げてほしいなと思っております。で、他のツムも見ていくとですね、クルーズラミレスとか、まあ、ジャックジャック、ブルーフェアリー、ハデス、等ですね、外れ枠としても、まあ、割と稼げる、コイン稼ぎができるですね、積むが揃っておりますので、まあ、外れたとしても、ね、割かし強い積むが、手に入るということで、まあ、これはね、初心者の方とか、序盤、まだね、始めたばかりの方という方はですね、引いても全然いいと思います。はい。まあ、その辺において、まあ、引くべきだと思います。自分は。まあ、ただですね、まあ、ジャマレとか、まあ、ユキエル、ガストンとかが、まあ、スキルマンになってないとか、まあ、そういう方ですね。まあ、ユキエルが例えばスキルマックスで、他はまだ全然スキルマックスがいないよっていう方とかは、まあ、他のジェダイとか、ジャマレとかガストンの方に、まあ、コインとスキチケを費やすためにもですね、まあ、今回はずっと温存してですね、まあ、次ガストンがセレボーで来た時とか、まあ、他の期間限定ですね、ジャマレとかが来た時に、まあ、コイン全突破とか、そういうね、使い方をね、していただけたらいいんじゃないかなと思います。うん。まあ、めちゃくちゃ強い積むはいないんですけれども、まあ、ホンドキングはね、強いんですけど、それでもやっぱり、コイン稼ぎにおいては、やっぱりピカイチの強さの、ね、まあ、トップ3と、いう方がいらっしゃいますので、まあ、なかなかあれなんですけれども、いや、かなり引く価値はある、セレクトボックスだと思います。で、ちなみに、まあね、特にね、曲付きとかはないんですけれども、うん。なかなかですね。で、期間限定がね、6体で、常駐がね、6体となっておりまして、まあ、期間限定で言うと、ホンドキング、ジャックジャック、ビッグバッドウルフ、MU マイク、オール、カール G さん、です。はい。じゃあね、一つ一つね、見ていきたいんですけれども、ホンドキングですけれども、ランダム消去して、かつ、高得点積むにね、変化してくれるんですけど、まあ、これがね、2段階スキルでかなり強力なんですけれども、スキルマックスの場合ですと、ランダム消去が29消去ということで、これフィーバー終わりにすぐ使うとですね、確定で、フィーバーに行くことができるということが、まあ、そこがね、まず強いんですよ、スキルマックスだと。スキルレベル5だと27消去で、スキルゲージが何も溜まってない状態だと、フィーバーに行かないんですけれども、まあ、29消去だとね、必ず行くんですよ、確か。うん。まあ、そこがね、まず強い点。はい。あとはね、まあ、高得点も、まあ、1億はいかないにしても、
結構ね、シンデレラとかピグレットでスコアが出せない方ですねは結構このホーンドキングは重宝するんじゃないかなと思います。でコイン稼ぎにおいては、まあ、先ほど冒頭に言った通りですね、まあスキルマックスで7000枚平均ぐらい出ると思います。スキル4とかだと多分4000枚とか5000枚とか稼げるのかな。うん、はい、といった感じで、まあホーンドキングはかなり強力の、2段階スキルで、まあツンもねかっこいいですので、ぜひともねゲットしてみてください。で次はですね、ジャックジャックですね。ジャックジャックなんですけれども、まあこれはねもう連打が得意な方はもうぜひゲットしてください。ただねめちゃめちゃ疲れるので、あの長時間向きではない短時間向きのツムかなと、思います。まあただね連打さえできてしまえばですねかなりの消去数になってくるので、まあ低スキルでもかなりの、コイン稼ぎができるんじゃないかなと思います。まあ、自分はちょっとね無理なんですけども。クルーズラミレスですね、こちら常駐なんですけれども、これねスキル5、6になるとねほぼ全消去してくれるということで、まあ今はねプレイ流れてると思うんですけど、ほぼね、まあ自分スキルマックスですけれども、見ての通りですね消去量がめちゃくちゃ多くてですね、まあ大体ね常駐ですけども、この5000から6000ぐらい大体稼げます。5000以上は必ず稼げるかなというイメージがあります。うん、まあそれほどね、まあ消去数が多くてですね、はい、とても常駐の中では強い部類になるんじゃないかなと思います。はい、ということで次、MU マイクですね。 MU マイクなんですけれども、まあこちらはねまあ正直微妙正直微妙です。でスキルはですね、縦ライン消去、はい、縦ライン消去なんですけれども、まあちょっとねコイン稼ぎは厳しいんですけども、まあスキル発動数が14個ということで、まあちょっと軽めではあるんですけれども、まあそういうてもね、まあ野獣のも14ですし、スキル発動数、まあそう考えるとやっぱり弱いというところですね。まああとやっぱりピーターパンがね縦ライン消去で常駐でいるので、まあそこにはちょっとかなわないかなというところになってます。うん、で次なんですけれども、ブーとなっております。ブーはですね、まああまり使えないですけども、ただねミッションのロングチェーンにおいてはかなり強力となっております。まあ、簡単に100チェーン以上作れますし、まあ、低スキルでもスキルレベル1とかでも全然ねノーアイテムで2000枚稼げるようなポテンシャルを持っておりますので、まあ使いこなせる方はね、まあスキルレベル1のコイン稼ぎも、まあ、かなり優秀なんじゃないかなと思います。はい、じゃあね次いきたいと思います。ゴーテルですね。ゴーテルはもうねダメ、使わない。スコア出てもコインが出ませんということで、まあ、スコア出してもガチャ引けないんでガチャ引けないので、基本的にねいらないツムです。はい、で次ラフィキですね。ラフィキはまあ数箇所でまとまってなんですけれども、ちょっとねこのツムね超絶見づらいんですよ。なのでちょっとサブツムで来るともうダメなので、もう基本的にね取りたくないかなというところです。まあでもね常駐ツムなんで、このツムもう絶対どうやっても手に入っちゃうんですよね、ガチャ引いてしまえば。まあ、なのでまあちょっとはいという感じです。強さ的にもねそこまで強くないですね。はい、スキルマックスで5000ぐらいいけるんかな、平均で確かね30消去ぐらいです。スキルマックス30ちょい上ぐらいですかね、隙間がなくて。うん、という感じと、なっております。で次ビッグバッドウルフなんですけども、こちらねちょっとね特殊な消去系なんですけれども、左からこのウルフが来て息を吐いて消去してくれるっていう感じなんですけども、まあ、このツムもね消去量はね結構多いっぽい。うん、自分スキルマックス持ってないんであれなんですけど、結構多いっぽいです。まあ、ただね、ちょっとね、まあ、横ライン消去と同様にですね、ツムが振り終わってないと、まあ、消去量がね、少ないので、ちょっとね、使い心地が悪いと、いうところで、
はい、ちょっとマイナス点かなと、思います。はい、ではね、次いきます。カール G さんですね。カール G さんもね、横ライン消去なんですよ。なのでちょっとね、はい、ダメです。白生タタシンバが期間限定でいるので、まずそこに変わらないのでね、ちょっときついですね、カール G さんについても。次、ハデス。ハデスなんですけれども、常駐ですけれども、かなりの強ツムで、ボムキャンしてね、すぐスキル発動するとですね、見えないところの上のツム消してくれて、で、自分確かね、スキルマックスの動画上げてたと思うんですけど、6000枚とか出てたような気がします、普通に。うん。かなりね、常駐の中でも強いツムでありますので、まあ、外れ枠といえど、まあ、割かしね、強力なコイン稼ぎができますので、はい。で、しかも常駐なのでね、育てやすいという、まあ、利点もありますのでね。はい、まあ、そういう感じとなっております。ではね、次ラストかな、ブルーフェアリーですね。ブルーフェアリーはあれですね、ブルーフェアリーはラストじゃね、オールガまだ行ってない。とりあえずブルーフェアリーはね、こちらもね、常駐なんですけれども、常駐でもね、こちらもね、使いこなせればかなり強力かなと、思います。ただ自分はね、なかなか扱いができなくてですね、上手い人だと平均7000枚ぐらい出るっぽいんですけども、あのね、本当に難しいっす、難しい。はい、まあ、ボム、特殊なボムね、作ってくれて、まあ、3チェーンからボム作ってくれるんですけれども、まあ、ロングチェーンするほど消去範囲が増えるんですけどもね、まあ、真ん中にこのでっかいボムを作らなきゃいけないっていうところが難しいです。はい、でもね、ポテンシャルとしてはかなり強力と、ところですね。で、次、ラスト、オールですね。オールが、まあ、ミッションではね、かなり強力ということで、まあ、ボムのミッション、まあ、タイムボムでも、スコアボムでも、スターボムでも、そういうミッションでもね、かなり優秀ですし、スキル発動数ですね。まあ、回数が少ない、スキル発動数が軽いので、スキル回数の、ミッションにはかなり、優秀となっております。はい、という感じで、まあ、ミッション以外はね、ほぼ使い物になれない、ならないんですけれども、英雄、まあ、この全12種類になります。まあ、これを聞いて、まあ、スキルとか見てですね、いや、これ使いやすそうだなとか、まあ、このツム欲しいなとか、このやっぱホンドキング強いから欲しいなというと思った方ですね、ぜひとも聞いてみてください。ということでね、今回はまあ、引くべきかというところですけれども、まあ、基本的に自分は引いてほしいなというセレボとなっております。それではね、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。それではね、次の動画でお会いしましょう。